皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。歌謡曲の世界はいつからこんなにアイドルグループばっかりになっちゃったのかな。昭和世代にとってはみんな同じ顔に見えるし、歌もみんな同じに聞こえるんだぜ。おまけに歌の途中でお経を読み出す曲も多いから、余計についていけないんだぜ。お経？ラップのことだね。それに歌謡曲なんて言い方もすっかり死語だわね。確かにおにゃんこクラブ以来、アイドルグループが席巻するようになって、女性のソロ歌手はアーティスト系の歌手を除いて、ソロのアイドル歌手も育たなくなってきているわね。しっとりとしたお色気のある歌手やセクシー歌手がたくさんいた昭和歌謡の時代が懐かしいんだぜ。よし、じゃあ今回は、懐かしい昭和のお色気歌手についてゆっくり解説していくよ。それは楽しみなんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。歌の冒頭からハスキーなもだえ声を出す昭和歌謡はなんていう歌だったかな。もだえ声？青江美奈さんの伊勢崎町ブルースだね。でもあれはもだえ声じゃなくてため息か吐息じゃないの。うくぷ、あんなエッチなため息は聞いたことがないんだぜ。青江美奈さんはきっと股間に変なおもちゃを挟んで歌っていたに違いないんだぜ。マリサは H ビデオの見すぎなのよ。青江美奈さんは1941年生まれ、1959年に高校を卒業すると、西武百貨店勤務を経てクラブ歌手となり、銀座7丁目にあった日本初のシャンソン喫茶、銀パリ、などで歌い始めたのよね。銀パリ、といえば若い頃の三輪明宏さんや金子ゆかりさんが歌っていたことでも有名なんだぜ。1966年に、甲骨のブルース、でメジャーデビューすると、これがいきなり80万枚のヒットを飛ばし、第17回 NHK 紅白歌合戦にも初出場を果たすのよね。芸名の青江美奈は、甲骨のブルースを作詞した川内広範先生の小説、甲骨に登場するヒロインの歌手の名前から取ったのよね。川内広範先生といえば、月光仮面や、レインボーマンの原作者で、森進一のおふくろさん、など多くの名曲の作詞を手掛けたうるさい先生なんだぜ。うるさい先生じゃなくて偉い先生だわね。特徴的な低音のハスキーボイスで衝撃的なデビューを飾った青江美奈さんもその後はしばらくヒット曲に恵まれず、再起をかけて発売したのが1968年の7枚目のシングル、伊勢崎町ブルース、だったのよね。はーん、はーん、という青江美奈さんのエッチな声を聞いて、枕を股間に挟みながら悶絶する小学生がたくさんいたんだぜ。イントロの有名な色っぽい吐息はもともとの楽譜にはなかったそうで、作詞の川内広範先生の指示で入れたとも、レコーディング時のアドリブとも言われているわね。この曲も川内先生の作詞なんだな。イントロのもだえ声以上にエッチだったのが、ブブビ、ジュビブビ、ジュビブブアー、というサビのスキャットなんだぜ。青江美奈さんのセクシーな歌声を想像しながら、校庭の上り棒で昇天する小学生が後を絶たなかったんだぜ。そんな小学生がどこにいるのよ。伊勢崎町ブルースは100万枚の大ヒットとなったものの、子供向きではない、お色気だ、との批判もあり、第19回 NHK 紅白歌合戦に出場した際にはカズーという楽器の音に差し替えられ、司会の坂本九さんは、ダチョウのため息、と紹介したそうだよ。あう、ダチョウのため息じゃ、昇天できないんだぜ。青江美奈さんはその後も、長崎ブルース、池袋の夜、と大ヒットを飛ばし、1970年代前半の長者番付歌手部門では常に常連だったわね。1960年代後半にセクシーなハスキーボイスで一世を風靡した青江美奈さんは2000年に59歳の若さで他界されているわね。青江美奈さんは昭和のお色気ムード歌謡を代表する歌手だったんだぜ。セクシーな吐息といえば辺見マリさんのやめてーという鼻から抜けるようなエッチな吐息もお色気ムンムンだったよな。1970年のヒット曲、経験、だね。辺見マリさんは1950年生まれ、1967年に京都から上京し、作曲家の浜口蔵之介先生の下で厳しいレッスンを積んだ後、1969年に歌手デビュー。そして翌1970年に発売したセカンドシングルが有名な、経験、だったわね。辺見マリさんもきっと B 地区に何かおもちゃを挟みながら歌っていたに違いないんだぜ。それでなきゃ人前であんなエッチな声は出ないんだぜ。1970年にチクニーグッズなんて売ってないわよ。この曲は、やめてー、口づけするのはー、やめてー、きつく抱かないでー、
という甘いと息混じりの歌声と戦場的な歌詞。そして色っぽいフィンガーアクションが話題になり、レコード売り上げ30万枚を記録するヒットとなるのよね。うっぷ、まるで辺見麻里さんに、やめてー、と言われながら顔をいやらしい手つきで撫でられているようで、当時の小学生たちは思わず鼻息が荒くなっちゃったんだぜ。辺見麻里さんはこの曲のヒットで1970年の新人賞レースを総なめにし、当時東映専属だった谷隼人さんの第一回主演作品として映画化もされたのよね。辺見麻里さんはこの年の第21回 NHK 紅白歌合戦にも初出場を果たしたんだけど、歌詞の内容とフィンガーアクションが問題になって次のシングル、私生活、で出場しているのよね。確かに色っぽい歌詞と振り付けだけど、放送できないほど過激な内容でもないんだぜ。それを NG にする NHK のスタッフの方がよほど H な妄想でいっぱいに違いないんだぜ。翌1971年に、めまい、を発売した辺見麻里さんはセクシームード歌謡の歌手として活躍、人気絶頂の1972年に人気歌手の西郷輝彦さんと結婚して芸能界を引退したのよね。めまい、も、経験、と同じように、違うのを、という甘いと息が色っぽい曲だったよな。でも西郷輝彦さんは、やめてー、と言われてもやめなかったから、エミリちゃんが生まれたんだぜ。まあそういうことだわね。その後、1981年に離婚した辺見麻里さんは芸能界に復帰、小神谷に洗脳されて全財産を失い、多額の借金までした挙句、1993年にはヘアヌード写真集を発売することになるのよね。やめてー、は小神谷に言うべきだったんだぜ。フィンガーアクションなら同じ麻里さんでも、辺見麻里さんより夏木麻里さんの方がセクシーだったんだぜ。昭和の小学生たちは自分の大事なところをコロコロコミックされているようで、みんな腰を引きながら夏木麻里さんの歌を聴いていたんだぜ。そんなませた小学生がどこにいるのよ。夏木麻里さんは1952年生まれ、1971年、19歳の時に本名の中島純子の名前で歌手デビュー。青春派アイドルとして活動するも注目されることはなく、キャバレー周りの日々が続く不遇の時代を過ごしていたそうだよ。夏木麻里さんはデビュー当時から大人びた表情のかなりの美人だったんだな。そんな彼女が夏木麻里に改名して1973年に再デビューをかけて発売したのが、絹の靴下、だったわね。股間をコロコロするようないやらしい手つきと、ああ、抱いてー、獣のようにー、という色っぽい歌詞に悶絶する昭和少年がたくさんいたんだぜ。セクシー歌手への路線変更は大成功し、色っぽい妖艶な雰囲気で視聴者を釘付けにして一躍人気歌手の仲間入りを果たしたのよね。でもあまりに忙しくなりすぎて低色素性貧血を起こした夏木麻里さんは3ヶ月の入院を余儀なくされ、復帰した時には仕事が激減し、再びキャバレー周りの生活に逆戻りしちゃうのよね。あう、それで今度は女優の道に活路を見出したわけか。そうだね。テレビドラマでは G メン75、毎度お騒がせします。映画では、里見八犬伝、など数々の映画やドラマで存在感のある脇役として活躍。2001年のジブリ映画、千と千尋の神隠し、では声優として湯婆婆、ゼニーバ役を演じ、2022年には舞台にも出演して活躍しているわね。若い頃から魔性の美しさを持っていた夏木麻里さんだけど、湯婆婆の役は怪しい雰囲気がぴったりなんだぜ。奥村千代さんも昭和のセクシー歌謡を代表するお色気歌手の一人だわね。恋の奴隷、の奥村千代さんだな。でもどうして昭和のお色気歌手の人たちは揃いも揃って、あんなに悩ましい声を出すんだろうな。歌詞の意味もわからないのに半ズボンの中をムズムズさせる小学生たちが後を絶たなかったんだぜ。奥村千代さんは1947年生まれ、高校在学中に知人が応募したオーディションに合格して、小野薬品のドリンク剤、リキ・ホルモの CM ソングを担当。これが好評で、卒業の地の1965年に歌手デビューし、和製シルビー・バルタンとして売り出されたんだよね。シルビー・バルタンなんて最近の若い人に言ってもファッションデザイナーかと勘違いされちゃうんだぜ。レナウンのワンサカ娘のテレビ CM を歌っていたフランスの人気歌手なんだぜ。真由角純さん、小川智子さんと共に東芝三人娘と呼ばれて人気を博した奥村千代さんは1965年のごめんね、次郎、1967年の北国の青い空など次々とヒットを飛ばしたのよね。デビューした頃はお色気歌手というよりはまだ青春派歌手の雰囲気が強いんだぜ。
奥村千代さんの名前を一躍有名にしたのが1969年に発売された恋の奴隷だったわね。だからいつもそばに置いてねー。悪い時はどうぞぶってねー。あなた好みの女になりたい、という M 気質の女性の心情を歌った内容の歌詞を、お色気ムンムンにしゃくりながら歌う奥村千代さんの姿に、昭和男性は手を叩いて喜んだもんだぜ。この曲のヒットを受けて、恋狂い、恋泥棒、と恋三部作、を続けて発売した奥村千代さんはお色気歌手として不動の人気を得て、1969年の第20回 NHK 紅白歌合戦に初出場するんだけど、恋の奴隷の歌詞の内容が引っかかって恋泥棒で出場することになるのよね。確かに色っぽい曲だけど、NHK で流せないほどの歌詞じゃないと思うんだぜ。奥村千代さんはその後も1971年の終着駅が40万枚を売り上げるヒットを記録。この曲を作曲した浜圭介さんと1974年に結婚して芸能界の第一線から身を退き、2018年いっぱいで芸能活動から引退されているわね。昭和のお色気歌手の皆さんは最近の歌手にはない独特の昭和の風情と色気があって、やっぱり最高なんだぜ。視聴者の皆さんの好きなお色気歌手がいたら、またコメント欄で教えてくださいね。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。リクエストがあったらコメント欄にじゃんじゃん書いてほしいぜ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また来てねー。